アリー・アシュケナジー・シナゴーグアリー・アシュケナジー・シナゴーグの性質アリー・アシュケナジー・シナゴーグはサフェドにあるアリとして知られるラビン・サークルリアを記念して建てられたシナゴーグであるこのシナゴーグはその歴史を16世紀予測に遡る1570年にサフェドにたどり着いたカバラ主義者イ・サークルリアの死から数年後まで建設は続いていた扉の上の横木にある ヘブライ語の碑文はこう書かれている。アリーシナゴーは彩り豊かで健爛な世紀で知られている。これは歴史的パレスチナのうち1949年停戦ライン内の部分で最も古い現役のシナゴーグであるかもしれない。アリーシナゴーは16世紀にギリシャからサフェドに着いたセファルディムの移民により建設された。ラビー・イサー・クルリアがサフェドに着いた時、 彼はこのシナゴーグでシャバットの晩の礼拝を行った。礼拝中、イサークルディアは弟子たちと共にシナゴーグを離れ、近くのので安息日を迎えるのを常としていた。礼拝中に安息日を迎える、このアリーの伝統は今なお世界のユダヤ教徒コミュニティに伝わっている。安息日を迎える宗教家を歌っている間、彼らは入り口の方へ向き、安息日に、 挨拶するのである。18世紀に東欧から朝鮮党派がやってくると彼らの礼拝に供されるようになった。1837年のガリラヤ地震で崩れ落ちたが20年後に再建されている。第一次中東戦争では砲弾の破片が飛び込んだにもかかわらず怪我人が出なかったので奇跡が起きたと考えられている。このシナゴー群はその名により アシケナジーと関連付けられているが、今日では、朝鮮党派と東方系ユダヤ教徒の祈りの場として、機能しており、また宗派を問わず人気の礼拝書である。聖紀は、ガリシアの職人が、オリーブから彫ったもので、東欧式である。擬人的な獅子のモチーフがあるが、これは、ラビーサークルリアの頭文字を取って作った、アリーという名が獅子を意味するからである。 マイケル・アビ、ヨナ、ザ・ホーリー・ラント、ホルト、ラインハート・ウィンストン、P212、ISBN 978から0から03から003466から、4、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID= クギャーマジ2011年12月28日、閲覧。ありがとうございます。